皆さんこんばんは。イカ会の吉辻でございます。お集まりいただきありがとうございます。私たちイカ会がですね、月1回、先月お休みしてしまいましたけれども、音楽普及と演奏機械の補填と技術向上を目的としてお届けするイカ会ライブの、今回第5回目です。はい。まず、最初に皆さんへのお願いだけご説明をして、演奏に入りたいと思います。まず、音と映像のズレや、音量バランスなどですね、配信に問題があれば教えていただければと思います。ライブ中は反応できないかもしれませんが、ご了承ください。はい。で、今回もですね、少しずつなんですが、ちょっと画質を上げたので、何か不具合が起こるかもしれないんですけど、はい、そちらもご了承いただければと思います。はい。また、こちらの配信は一般公開していますので、個人情報は出さないようにお願いします。チャンネルの概要欄にもあるんですけれども、配信用のペンネームがありますので、私は吉辻で、ピアノはズバという名前を使っていきます。コメントとされる際はそちらの名前を使ってください。はい。ちょっとお気づきかもしれないんですが、ちょっとパソコンを入れ替えまして、その関係でちょっと今回 BGM がないので、はい。ちょっと BGM 無音ですが、はい、そのままいきたいと思います。はい。それでは、早速ですね、演奏に移りたいと思います。はい、今、曲目出ておりますけれども、まず第1部からで、パガニーニの24のカプリスの第4番と、ローデの24のカプリス第4番。そして、バッハの無伴奏バイオリンパルティータ第1番から、コレンテ、ドゥーブル、プレストをお送りします。はい。それでは、お聴きください。
はい、ありがとうございました。いや、なかなか今回は難しかったですね。ちょっと先月お休みしてしまって、2ヶ月空いてしまったんですが、まあ、だからといって別に練習量が増えるわけでもなく、やはり1ヶ月に1回やった方がいいなと思っております。はい。で、続いて第2部へ移りたいと思います。今回はですね、もののけ姫から3曲お届けしたいと思います。アシタカ雪姬、アシタカとサン、もののけ姫の3曲です。はい、それではお聴きください。
Thank you.
はい、ありがとうございました。これで、本日の演奏は終了です。最後に、今後の予定をお話ししておきたいと思います。まず、今回演奏したパガニーニ・ローデは、月に1回1曲ずつ演奏していきたいと思っています。はい。パガニーニとローデは24曲あるので、2年で一周する計算になります。はい。それに合わせてバッハも分割して演奏していきます。こちらは、こちらの3曲ですね。パガニーニ、ローデ、バッハは、1ヶ月で皆さんにお聞かせできるクオリティにするという、挑戦でもあります。私のですね。はい。それから、ズバさんと一緒に、ジブリをはじめとする知名度の高い曲も演奏していきます。こちらについては、私とズバさんでやってみたい曲をリストアップして、私、お羊を中心にですね、耳コピーで楽譜を作っているので、そこまで曲数は多くならないんですが、はい。リクエストもいただいているので、他のジャンルにも取り組んでいきます。ライブという形ではなくて、動画という形で、ポップスの曲を出そうかなと思って、ちょっと動いてます。はい。毎回の演奏はアーカイブとして、残すことに加えて、動画としても、投稿していますので、そちらもぜひご覧ください。はい。リクエストや質問等は、YouTube チャンネルの概要欄にリンクがありますので、質問箱からお願いします。はい。最後に、次回の配信ですけれども、5月30日土曜日、ちょっと間が来ますけれども、はい。20時から20時半に、イカカイライブのボリューム6ですね。6回目を予定しています。はい。改めて Twitter と SNS で告知します。はい。それでは、なかなか、コロナが収束しない状況ではありますけれども、皆さん体調にお気をつけてお過ごしください。はい。では、これで、イカカイライブボリューム5を終了としたいと思います。ありがとうございました。はい、失礼します。